彼女が革命児だと言われた理由元宝塚歌劇団花組男役トップスターで現在は映画にドラマ舞台と大活躍中の女優マヤミキさん。飾らない性格で理想の上司になってほしいという声も多数上がるほど好感度の高いマヤさんですがここまで来るのにいろいろな苦労があったそうです。 今回は、できる女、まやみきさんを簡単にご紹介したいと思います。まやみき、本名、西島美希。1964年1月31日生まれ、現在56歳。広島県広島市出身。身長166センチ、大型。豊中市立第二中学校卒業後。 宝塚音楽学校に入学最終学歴は中卒でしたが2017年に高等学校卒業程度認定試験に合格されています今の宝塚では高校卒業のカリキュラムを取得すると高校卒業資格をもらえるそうですがマヤさんが在学していた頃はなかったようですね宝塚に入団する方々はお嬢様育ち なんて噂もあるのですが、マヤさんの実家もどうやら裕福なご家庭のようです。マヤさんは、父・母・3歳上の兄・マヤさんの4人家族ですくすく育ちました。4歳の頃までを広島で育ち、その後は父親の転勤により各地を転々として過ごします。中学卒業までに8回も引っ越しをしたそうです。 そんなな多忙な父親、佐藤隆二さんのの職業は、航空会社の会社社員隆二さんももともとは裕福な家庭だったようですが隆二さんの父浮吉さんの会社が傾いたのをきっかけに浮吉さんからの提案に祖父たちは離婚その後母で女手一つで隆二さんを立派に育て上げます 龍二さんはその後横浜で新中軍の売店のようなところでアルバイトをして学費を稼ぎ大学に進学。そしてマヤさんの母である野本幸子さんと知り合い交際に発展。龍二さんが大学を卒業しアメリカ資本の台湾の航空会社シビルエアトランスポートに就職したことがきっかけとなりお二人はご結婚されました。 ちなみに母親の実家野本家もお金持ちだったようですその後龍二さんは父右吉さんを見返した一心で仕事に邁進さまざまな航空会社を渡り歩き経験を積み最終的には日本エアシステムの取締役にまで上り詰めましたそんな父親をマヤさんは 玄関に座り靴を履いている広い背中が印象深いとても仕事ができ多忙だったそしてハンサムで自慢の父だった友人も多く空港に行けば私はたくさんの人に可愛がってもらった日曜日は多忙な父を独占できる日であぐらで新聞を読む父の足の中が私の特等席だったと語っています 本当に自慢で大好きな父親だったのが伺えますね。父親とマヤさんは性格も似ていて楽しいことが大好きだったそうです。大きくなったらパパが赤いハイヒールを買ってあげるね、と言ってくれたこともあったのだとか。女の子らしく育ってほしかったのかもしれないですね。そんな父親の願い通り、マヤさんは中学時代は、 短大を出てててにに行きたたいいいと将来について語っていたそうです芸術とは無縁の生活を送っていた真矢さんですが宝塚音楽学校の制服を着ている生徒を見て一緒にいた母親に尋ねたことから一変実は母親は昔から宝塚のファンで娘が生まれたら宝塚に入れたいと密かに夢見ていたそうですその後日部を習うため 宝塚子供アテネに入校したマヤさん。入校当時はまだまだ宝塚に入るなんて考えてもいなかったと言います。しかし、3月の受験シーズンが近づくと、話題は当然宝塚音楽学校の受験に。そこで初めて、ただの習い事ではないと気づいた彼女は受験を決意。緊張しつつ、いつもの実力を発揮できたマヤさんは一次試験を突破。 そうすると当然、受かりたいという気持ちも芽生え、とにかく笑顔をアピール。やる気が伝わったのか、40人中37位という成績で合格しました。当時、マヤさんはスターだった第一真央さんの大ファンで、追っかけをして手紙なども渡していたといいます。 音楽学校に入学しても、バレエや声楽を昔からやっていたわけではないマヤさんの芸事の成績はなかなか上がらず、当時を振り返り、劣等生だった、と自身のことを語ります。1981年、67期生として宝塚歌劇団に入学したマヤさん。入団時の成績は21番と音楽学校入学時よりも良くなりました。 ちなみに同期には、元月組トップスターで、アニメ、流浪に謙信で、謙信の声を務めた鈴風真世さん、元星組トップ娘役のマリモエリさん、演劇プロデューサー、カツベ日本舞踊講師として活躍する、幸風かじいれねさん、林香ますみさん、そして現在は女優として活躍し、 入団時には史上最速の入団2年目で月組トップ娘役になった黒木ひとみさんらがいます黒木さんは真矢さん憧れの大地真央さんの相手役を務めました芸能の成績もなかなか伸びず頑張っても上達しないことに苦悩した彼女は初舞台後母親に「やめたい」と弱音を吐いたこともしかし 芸では周りにかなわなくても個性を活かして自分の見せ方を研究しようと思い、どうしたら宝塚を苦手な方に見てもらえるかを考えたそうです。ここからまやみきさんは革命児と言われる変革を起こし、それまでの宝塚の定番だった単発リーゼントを挑発にし、真っ赤な口紅にブルーのアイシャドウといったメイクをナチュラルメイクに変えました。 それが功を奏し、マヤさんは、個性的な男役として人気に。1983年の新人公演、もみじ修上、メイフラワーで主演に抜擢されました。その後、順調にスタートしての道を駆け上がったマヤさんは、男役にバンテスターになり、当時のトップスター、アンジュ・ミラさんと並ぶほどの人気に。 アンジュさん対談後は相手役に純なリサさんを迎え1995年エデンの東で花組トップスターに就任。その後もマヤさんの挑戦は続き外部から篠山紀信さんを迎え写真集を発売しましたが宝塚の男役の場合プライベートでも女性らしい姿は NG らしいのですが彼女はスカート姿の写真も披露しています。 財団中に武道館でコンサートを開くなど宝塚に新たな風を吹き入れた真矢さんは宝塚の革命児と言われるように1998年10月に宝塚を退団し芸能界入りした真矢さんすべてをゼロにして再出発したいという思いでファンクラブなども解散させたそうですそして今までやってきたお仕事ではなく 新たな分野に挑戦したいと思い、舞台やミュージカルのオファーを断り続けていたといいます。次第にオファーも来なくなり、他の方が断るような仕事をして何とかしのいでいましたが、とうとう大手芸能事務所田辺エージェンシーから戦力外通告を受けてしまいます。しかし、宝塚時代に学んだ。いつもベストを尽くしていれば誰かが必ず認めてくれる。 という思いで努力を続け、2003年、知人に借りたスーツで挑んだ、踊る大捜査船ザ・ムービー2、レインボーブリッジを封鎖せよ、のオーディションに見事合格。織田裕二さん演じる主人公青島と対立する女性管理官、沖田ひとみを講演し、芸能界に復帰。沖田と青島のやりとりが話題となり、映画の大ヒットにもつながりました。 この映画以降、マヤさんは、強い女、キャリアウーマンの役を多く演じ、理想の上司ランキングでも常に上位に選ばれるようになりました。プライベートでは、2008年にバレエダンサーの西島和弘さんと結婚。2002年に舞台、スターダスト・イン・上海での共演がきっかけで交際がスタートしたという二人。マヤさんは、 何でも言い合える友達のような関係で、い,いところも悪いところも知っている中付き合おうと言われた時は複雑な気持ちだったと明かしていますお子さんはいませんが結婚10年以上経っても仲がいいのはお互いが尊重し合いすれ違わない努力をしているからだという真弥美樹さん土日には普通の主婦に戻る時間も大切にしているそうです 最近では強い女性だけではなく真の通った母親役も増えてきたまやさん2020年10月からは主演ドラマ「さくらの親子丼」シリーズ3がスタートし優しく強く包み込むように子どもや大人に接するさくらが見られます今では舞台にミュージカルそして情報番組の司会など幅広い活躍を見せ忙しい毎日を送るまやみきさん ダン姿も見せてくれるなど変わらない男っぷりも見せてくれています。今後どのような革命を芸能界に見せてくれるのか期待してしまいますね。以上、強く優しく努力家な女優、まやみきさんをご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。